美しくなければカリスマになれない。そうそう、施術やるよって言われた時にお腹見たらかなり生えてない状態だったんで。大学生塩田康人20歳。これでやっても大丈夫なのかなみたいな。でもなんか効果を結構感じました。生えてないなっていう。自身の毛床さに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。今は撮影してるこの日は結構生えてきたんですけど、またただなんか生えてくるのが遅くなったっていうか、全体的にもかなり薄くなった気もします。気にならないか長かったですね。へそ周りが結構濃かったじゃないですか、へそ下あたり。そこら辺がちょっと他に比べて薄くなってきたような気がします。少なくなって今なんかちょっとまばらな状態みたいな感じになってます。いやでもちょっとまだあれですね、抵抗あります。今日くらい終わってからかなり減ったなって思えたらいいなって思います。この下のところ、下の方が痛いですね。ちょっと痛すなくていい。施術を終え、現在の心境を伺うことに。今日初めて麻酔の凄さを知りました。なんか前回めちゃくちゃ痛かったんです、まあ、前回3回目小気麻酔つけてやってもらったんですけど、全然効かないなって思ったんですよ。小気麻酔痛みから気がそれないっていうか、普通に痛いっていう感じだったんですけど、今回はなんか自分の吸い方が良かったのか麻酔すごく効いて、なんだろう、痛みは感じるんですけど、痛みから逃れるのがめんどくさいって感じでした。はい、あ、かなり楽です。はい、もうお腹の、まあ、ここの一番下のとこ以外はそんなにもう痛みはないですね。